ソウオ霊船は、台湾ギラン県の南端、ソウオ鎮にある温泉。地質的な分類としては、中央山脈の遺体枠にあり、主な地質は変質岩である。原船は、ソウオ鎮の北方、ソ北佐と霊勢寺の七世三世六にあって、台湾鉄路管理局ギラン戦争駅の前方約300メートルのところにある。この場所は、 真の時代の福建陸路帝徳羅大春が開作した蘇花古道の起点であり、開通の記念碑と羅帝徳の工学碑があったが、進むやすぐるの傍らに移転されている。冷税はラムネや洋館の製造に用いられ、これらは当地の特産品の一つとなっている。台湾鉄路管理局議乱線の総駅が最寄り駅となる。選出は台湾で唯一となる。 炭酸カルシウム線。透明で引用も可能。源泉の水温は約二十二度、p h 五点五、炭酸イオン六十八 p p m ナトリウムイオン十四点三 p p m カルシウムイオン十0 7 p p m となっている。総冷線は大量の炭酸を含んでおり、魚介類がその中で成長することができず、昆虫さえも水中ではほどなくして死亡してしまうため、 昔から、有毒な湧き水だと誤解されてきた。しかし、日本統治時代にこの地を訪れた、日本の軍人、竹中貞影が意図せずこの水を飲むことができることに、気がつき、研究開発が開始された。AB 旅名人編集室 2008,P160, 総清栄 2007,P141, 鈴木広次第 2007,P128 から130。 ありがとうございます。